あ、マリさん、これ木落ちた。はい。なんか駐車場に集まってますね。これどういうことなんですかね。なんかか、あ、西側橋公、西側橋公セキュリティが話した。さっきこれ17人です、そうだよ。12月25日クリスマスシーズンの岡山駅前本町でございます。今日もね、あのパトカーがもう出だしからたくさん集まってます。なんでこんなに集まってるんでしょう。めちゃめちゃ集まってる。駐車場に集まってますね。鑑識の人も集まってますけど、でしょう。これは今日はね、平和に平和な一あの夜がと思ったんですけども、お疲れ様です。何かあったんですか。暴行系のやつ。なるほど、暴行系最近多いな。なんか前のなんかだいぶ前にもね、喧嘩があった時に同じような人ですかね。なんかそんな感じのあの喧嘩ということで、こっち側にもマリさんいます。あ、マリさん、これ木落ちた。あ、木落ちてました。嘘帽してます。あ、ごめんなさい、はい、いやいや、ちょっとね。結構なんかさっきね、プリウスのキーが落ちてました。結構ね、なんか騒がしい
夜、岡山駅前。まあね、クリスマスもね、昨日24日でも暴走的な感じの人もいたんで、まあ、時間ですよね。夜が更けるにつれてどんどんなんか治安が悪くなっていくという感じでございますけども、ちょっと本町の十字路でございます。ここは本当に岡山駅前というか駅に帰る人たちとか、まあ、飲食する方とか、ちょっとね、六本木っていう、まあ、クラブキャバクラがあったりとか、何かと人が多い場所でございます。そのちょっと離れた場所で今回ね、喧嘩があったということで、まあ、でも大体仲間内の感じなのかな。はい、今日は飲酒検問とかやってんのかな、ちょっと見に行きましょうか。でもね、 あと30分ぐらいで日付も変わって26日になります。年末です、完全に。すいませんね。まあ、車とかね全然少ないんですけども、町の繁華街、飲み屋街がねやはり多いですね。でちなみに岡山の飲み屋街中央町田町柳町もなんか結構人が多いそうです。まあ、また行けたら行こうと思います。西川橋交番、パトカーが突っ込んでますな。はい、ちょっと戻りましょう。これはおそらく無関係ですね。個別の事案があって来てる感じでございます。まあちょっとね、普通の
土曜日よりやっぱおまわりさんの数も多いですね。まあ、人も多いんですけども、それだけまあおまわりさんの数も多いですね。よし、撮りましょう。まあ、今日はね普通に撮影はしないつもりでいたんですけども、パトカーがね結構いたので、何事やということで、まあヤンキーの喧嘩があったということで、まあでもそんなにもうことは収まって、まああとは解決的な感じの雰囲気だったので、まあね、なんかちょっと最近はだいぶ岡山変わったなと思います。それだけ皆さんね力が有り余って、そしてまあ遊び場がねなかなかないのかなと思ったりもするんですけども、まあね、こういう感じでございました。それではまたよろしくお願いします。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。